韓国の俳優。身長187センチメートル。体重73キログラム。本名は14分。刑期大学校体衆媒体映像学部。演技科卒業。趣味、特技、ゲーム、バスケットボール、水泳。所属事務所はキーイースト。ファッションモデルとして活躍し、数々のコレクションに出演。2006年に抜擢された。ドラマ、宮で演じた。 交代主役で大ブレイク。本格的なドラマデビューを前に NHK で最も期待される俳優としてアジアの男前という番組で紹介された。2007年3月に日本で初のファンミーティングが開催され、3月21日から韓国ではドラマ魔王の放送が開始。2007年8月6日に日本での公式サイトをオープン。最近では 魔王の役作りのために5キロ減量した、完璧な肉体が話題に。第21回ベストドレッサースワガアウォードモデル、部門受賞、韓国ファッション写真家協会選定、最高のファッションビジュアルモデル賞2010年2月、兵役のため入隊。2011年11月兵役終了して、除隊2012年8月映画、私は王であるで、復帰著者、チジフン。 チーフプロデューサー、宮谷人人、プロデューサー川口智也発売元、韓国再発見、主事粉、5キロ減量で変身した完璧な肉体が話題、朝鮮日報、2007年3月13日、2007年8月13日閲覧、主事粉が濡れ場に挑んだ、官能時代劇、背徳の王宮、2016年日本公開、映画ナトリー、 2015年11月24日閲覧、ありがとうございます。